は。おそらく死刑執行の時間だろう。フリーラン、まだ君に聞くことが。そろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければなんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット、500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。Thank you.
審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。予言は嘘だ。嘘だった。